人類初計画の箱舟であるマクロス級戦艦を中心とした移民船団。移民船は人間が生活していくために一つの世界を構築しています。そこには居住空間だけでなく長期間の航海を継続していくための各物資等の循環システムが不可欠となります。今回は移民船団がどのような進化を遂げ、どのような歴史を築いてきたのか、その全貌に迫っていきたいと思います。進化を遂げていくマクロス艦、星艦大戦をかろうじて生き延びた人類でしたが、再度ゼントラーディ機関艦隊が襲来すれば地球は確実に壊滅すると考えられていました。そこで2011年9月、新統合政府は人類初計画を立案。この計画では人類が居住可能な惑星を銀河系全域から探し出し、そこに地球人類を分散移住させ市としての生存性を確保しようというものでした。しかし地球からの観測ではどこに人類居住可能な惑星が存在するかわからないという問題がありました。このため人類初計画では1万人以上の人員を乗せ、居住可能な惑星を探索しながら銀河を航行することが可能な宇宙移民船が必要とされます。5万人以上の民間人を乗せて1年にも及ぶ宇宙での航海を遂げた SDF-1 マクロスはその雛形だったといえます。1200メートルもの全長を持つ艦隊に広い余剰スペースを持っていたマクロスは、内部に市街地を建設し戦闘と航海を続けながら1年もの間市民生活を維持しました。しかも2回の補給のみでこの航海を成功させたと言われており、人類初計画に現実味を帯びさせることとなります。計画初期に使用された代表的な移民船はゼントラーディの地球再来を恐れて建造を急いだマクロス同型艦と、その改修型のメガロード級であり、収容人口も約2万5000人程度に過ぎませんでした。その後戦闘艦と都市宇宙艦を分離可能とした新マクロス級が完成。この新マクロス級では数十万人、発展型のアイランドクラスター級では最大数千万人にまで収容人数が拡大します。さらに安全性や都市機能、無補給航行能力も著しく向上しており、2050年代における移民船の主流として銀河全域で航海を続けています。それでは各移民船について解説していきます。移民船の編成、マクロス級移民船 SDF-1 マクロスと星艦大戦直後に製造された同型艦を指します。原型は巨人型異星人用であるため、地球人用としては余剰区画が広く、避難民収容用に艦中央と足層頭部に市街区が急増されます。このため戦闘艦と都市宇宙船が一体化した艦となっているのが最大の特徴といえます。この特徴ゆえに変形時に市街地の構造までもが変化し、市街地を破壊することもあり、市民にとっての居住性は良くはなかったと考えられます。量産した SDF-1 に簡易の居住スペースを設けた調査移民船も製造され、超長距離移民船団メガロード1に先立ち航路の調査安全確保のため複数が出航し、後続の移民船のため梅雨払いを務めました。都市機能、 SDF-1 マクロスの艦内市街地は回収された南アタリア島の資材で作られたもので、居住区だけでなく飲食店、被服店、店舗、学校なども作られていました。交通システム、マクロスはそのサイズのため高度な交通システムの必要性は低く、最大で4車線の道路が整備されているだけで、通常は徒歩が移動手段となります。自給生産システム、急遽市街地が形成されたマクロスは自給能力を持っていませんでした。メガロード級移民船、1番艦は SDF-2 メガロードを改装したメガロード1、呪法を廃止しトランスフォーメーションを不採用とするなど、戦闘艦としての機能を制限し居住性を重視しています。マクロス級を超長距離移民船として再設計したクラスとなっており、多数が建造され超長距離移民船として活躍します。乗員は数千から数万人の規模で、船団は護衛艦をメインにゼントラーディ艦、フォールド航行を可能にしたアームド級や宇宙駆逐艦クラス、補給艦などで構成されています。メガロード1以降毎年1から2隻ずつ建造され順次出航しています。マクロス級と比較し戦闘能力が大幅に減退したため、戦闘は随伴艦や艦載機が主に担当することとなりました。
マクロス級とメガロード級は宇宙艦を長期間居住可能に改装しただけの船であり、設計段階で移民船として建造されたものではありませんでした。長期航海のノウハウがないため、本格的な移民船の設計が困難であったことが主な原因とされています。メガロード級移民船が収集した安全な航路情報をもとに、移民船はさらなる進化を遂げるに至ります。新マクロス級移民船、戦闘艦であるバトル級可変ステルス攻撃宇宙空母と居住区画である都市船を分離可能とした新型移民船。分離構造により都市船の大型化が容易になったため、数十万から数百万単位の人口を収容可能です。ドーム型の都市船、工場艦やアミューズメント艦など、住居以外の機能を持つ艦船を含む船団構成となっており、最大100万人までの人口増加に対応できるキャパシティを持ちます。新マクロス級移民船団は優れたフォールド航行能力も相まって、先行するマクロス級移民船団に追いつき、新マクロス級に迎え入れられている事例も多いようです。アイランドクラスター級、マクロス25に代表されるバイオプラントにより、全ての物質を船団内で循環させることが可能な巨大移民船団。新マクロス級の進化、派生型といえます。工場など様々な施設が都市船下部に内包されています。移民に適した惑星が見つからない場合は永続的に航海するという選択も可能な船として完成しました。環境艦が都市船に多数ドッキングする形で随伴しており、外見は新マクロス級とほぼ同様ですが、船団全体では1000万人もの人口に対応可能とされています。ただマクロス21のように物資の循環に密閉型ケミカルプラント式を用いている船団もあり、船を製造しているメーカーにより多少形式が異なる点も見受けられます。都市機能、新マクロス級では都市宇宙船の独立と大型化に伴い、市街地が大規模化しただけでなく、艦によっては森林や河川などの自然環境までもが再現されています。さらに天蓋も透明になったことで閉塞感も大きく減少しました。交通システム、複数の艦船で構成されているため、各船をつなぐ交通手段が存在し、都市宇宙船の内部も鉄道の整備によって交通手段を確保していました。自給生産システム、極めて高度な循環環境が整備されているため、それを利用して農業や牧畜が行われ、食料や工場製品などの生産能力も非常に高いものがあります。工場施設では新型 VF を開発生産することも可能でした。以上、超長距離移民船の編成についての解説でした。最初の超長距離移民船団であるメガロード1が2012年に出航して50年以上が経過しましたが、技術の進化によって移民船も急速に進化しており、後発の船団が先発の船団と合流している事例もあるようです。また新マクロス級が開発されて以降、惑星エデン発の船団が増えていることも特筆すべき点です。エボリューション計画の中核である YF-24 も大枠は惑星エデンで開発されていましたが、マクロス世界において技術面での中心は地球ではなく惑星エデンにあることはほぼ間違いなさそうです。アイランドクラスター級の登場によって1000万人もの人口を収容できるようになった船団は、もはや人口の惑星とも呼べる次元になったと言えるかもしれません。これからの移民船の進化がどのようなものになるのか注目です。今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。